はい、というわけでどうも丸太です。今回はファンパレなんですけども、今日は犬巻トゲ使っていこうかなと思います。最初からいる SSR キャラクターというわけで、まあ僕犬巻にはかなりお世話になってるんですけども、まあ世間一般的にあまり使われていないというわけで、まあでもリリース日当時から考えたら使う人はかなり多くなったんじゃないかなと思いますね。なんだかんだこいつオートとかで使えるんで、僕はよくお世話にはなってるんですけども、完凸なりました、完凸なりましたいうわけで、完凸動画犬巻の出番がやってまいりました。五条先生とどっち完凸にしようかちょっとコンペン交換して迷ったんですけども、まあ五条先生の完凸動画って結構溢れ返ってるんで、犬巻の完凸動画あんまり聞いたことないんで、ちょっとこっちを撮りましたわ。僕マイナー大好きなんで、まあというわけで使っていくんですけども、行属性で HP14800、体術5200、術式5300、必殺1300というわけで、まあやっぱりレベル97グレード9解放されたからステータスはバカほど伸びましたね。うん、でコマンドスキルレベル7、呪力0消費して術式 141% と HP3% 自傷というわけで、まあ自傷があるんでね、使いづらいっていうやつやねんけど、ただパーセンテージ結構高いんで、まあ優秀ちゃうかなと思います。オンデモってレベル7、呪力20消費して、ブレイクダメージ量 50% アップ表1回と術式 222% ダメージと非ダメージ 22% アップ付与2ターンと 5% 自傷というわけで、この砕けろ、まあ最近よく使ってる人多いんじゃないかなと思いますね。やっぱりこの非ダメージアップ、これがねオートやってたらもう絶対にこれ発動してくれるんで、パーセンテージ 222% でなかなか高いし、まあダメージもめちゃ出るし、で火ダメアップも積んでくれるしっていう結構優秀なんですよね。まあ自傷ダメージ 5% なんですけども、まあまあでもね、レベル97等々解放されて結構 HP が増えたんで、まあ 5% も言うてビビたるもんちゃうかなと思います。オンデモってレベル7、呪力20消費して自身の HP20% 回復というわけで、まあ呪力20で 20% 回復、まあこれもね全然、まあたまに打ったら耐久できるんで、まあいいんじゃないかなと思いますわ。はい、オンデモってレベル8、必殺技術式 1019% ダメージで HP12% 分自傷というわけで、まあ1000超えてるという、初期キャラからしたら1000超えてんのはこの犬巻と五条先生だけなんで、まあ、最近1000超えが当たり前なんですけども、最初のことを考えたらかなり貴重な存在やったんですけども、自傷ダメージが 12% っていうね、キモすぎる。 HP の10分の1削れるんやばいんですけども、連携必殺で、20% 回復するんで、まあ、逆に連携必殺打ったら自傷通り越して回復するんで、まあ言うて、そんでもって止まれ、バトル開始時、味方が戦線離脱になる攻撃を受けた場合、その攻撃も1回無効化というわけで、まあ味方1回死ぬん止めてくれるという、だから結構でかい攻撃が飛んできた時、それを、1回まあ防いでくれるんで、まあ大体ボスの必殺技1回無効化にすることが多いかな。この止まれも結構優秀ですよね。そんでもって、ターン開始時 20% の確率で HP10% 回復というわけで、まあ毎ターン確率回復もついてるんで、割かし耐久はできるんじゃないかなと思います。使っていくんですけども、挑んでいくダンジョン京都校サンドバッグというわけで、まあ行が、土適性なんでここ行こうかなと思うんですけども、まあ一応ダメージ等々見ていこうかなと思うんですが、はい、バフはまあせずにやっていきましょうかね。まずは潰れていきまして、はい、この潰れるなんぼ入るやろ、言うて結構入るくないか。あ、2万入るんか、なるほど。呪力0消費2万ダメージか、まあまあ入るな。お次潰れていくんですけども、この潰れろもどんだけ、あ、34000、34000で、あ、もうここからバフしていくんですけども、34000でブレイクダメージ量 50% アップ、非ダメージ 20% アップ、強いな。3万出るんか、クリティカル7万、3万か、おー、
ほんで相手が必殺技ぶち込んでくるんですけども、もう突破できるというね、火ダメージアップでギョンギョンに削れるんで、やっぱ火ダメージアップ強いよね普通に。後のね、この犬巻より後のキャラにつなげることができますんで、まあ、このパーティーは、火力要因は、この伏黒だけなんで、まあ、伏黒に恩恵あったら別にいいんじゃないかなと思うんですけども。というわけでちょっと必殺技ぶち込んでいこうか。これ必殺どんだけ入るやろ、わりかしいいダメージ入るくないか。ただね、犬巻はね、必殺のダメージが見にくいんですよ、ほんまに。どんだけあるこれ、あい見えない、肝心の10万のくらい見えなかったんですけども、連携で8万マイナー、おお、66万ぐらいか今の。あらららららら、らバフ積んでるとはゆえ60万マイナーぐらい出た、素晴らしいね、シンプルに素晴らしいんじゃない今のは。ああ、というわけで、ちょぶち込んでいこうかなと思うんですけども、ミマちゃんのカウンターは、近接のみなんで、犬巻、全部遠隔なんで、ほとんどの確率で、カウンター食らいません。はい。あ、ちょくしゃみしたんですけども、はい。やっぱりね、火ダメージアップめっちゃ強い。ほんで、なかなか必殺も溜まりやすいしね。ここ、まあ、塾長とともに。ほんで、ちょっと、喉ナロールで打っていきましょうかね。これ、ま、回復、どんだけ回復できるかっていうのをやっていこうかなと。これ、20% 回復なんで、連携必殺と、一緒の回復量が入りますね。はい、まあ、この二人の連携必殺、どうでもいいんで、早く解きすぎてほしいんですけども。回復、どんだけ入るこれ。はい。はい、どんだけ回復した今分かりますね。全くもって分かんなかった。はい、すべて隠れている。犬巻のすべてが隠れているんですけども、これなんでなんでしょうか。一切意味が分かんないですけども。まあ、ここで、さらにこれダメージえぐいぐらい入るんじゃないかなと思うんですけども、ちょっと回想スキルはなしなんですが、ゆうきさんでバフしてるんで、まあまあいいダメージ入るんじゃないこれ。いかほど。9万マイナー。わかんなかった。まあ、60ちょっとかな。うん。まあ、回想スキルなし、60ちょっと。まあ、領域時中とかあれなんですけども。まあ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 。やっぱり、貫突ともなれば強いよね。そりゃ。そりゃ、貫突ともなれば、マイナーキャラも強くなるわな、というのが、この、犬巻で、まあ、示されたんじゃないかなと思うんですけども、皆さんは犬巻使ってる？僕はよくオートで周回するとき使うんですけどもね。というかまだサービスが始まったばっかやからね、結構属性はねかなり、重要視しないといけないんで、まだキャラも少ないんでね、今後使えるかどうかってちょっと分からへんねんけど、今はもう行属性も全然いないんで、だからまあ敵が行属性、まあ、バチクソのダンジョンやったら僕絶対と言っていいぐらい使うという、キャラになってるんですけども、ここに関してはまあ疾風切りでぶち込んどいて、まあ、ちょっとゆうきさんと共に、あ、もう一発でブレイクした、一発ブレイク入るからね、やっぱり犬巻バフ積んでたら結構ブレイク削れるんで、ここの辺もかなり優秀ちゃうかなと思うんですけども、ほいと。ここの犬巻のダメージ、まあこれもかなりいいのが入るんじゃないかなと。結構全力ですね。まあこれも70万ぐらいは入るんじゃないかな。はい、定番で見えないんですけども、はいと。いかほどというわけで10万マイナー、あ、69万ぐらい。あ、やっぱり結構出るね。素晴らしいもんがあるね。ほんで、ちょっと、止まれみたいよね。止まれみたいから、ちょっと、ミワちゃんの必殺食らってみるか。このね、犬巻の止まれほんまに優秀やねん。なんでバフしすぎとんよな。ちょっとバフしすぎてるんで、ちょっと食らいましょう、攻撃を。攻撃食らって、ワンチャンこれ、伏黒に、お、止まった！今、伏黒に攻撃行きました。はい。
伏黒に攻撃いったんですけども、その攻撃を1回無効化にしたというわけで、これが犬巻の、性能ですね。これ必殺技、通常攻撃、ボスの攻撃、雑魚の攻撃関係なく、敵が死ぬ攻撃やったら何でも、止めるんで、これほんまに強いよね。まあこれただ全体は確か例外やったかな。だからあの上後の領域展開のあの全体攻撃は確か、無意味やったと思うんですけど、ちょっとそれも最後に検証しましょうか。多分全体止まったらさすがに強すぎるんで、あの単体攻撃だけなんですけども、でも一発敵の攻撃止めれる、無効化にできるのはかなり強いなと思いますね。今の犬巻なんか120万ぐらい出たかバグった火力出たんですけども、多分、上後は止めれないと思うんですけども、一応検証していこうかなと思うんですけども、ここにまああのざっこいマキさん積んでいきまして、はい、これでまあ止めれたらちょっと犬巻の評価爆上がりするんじゃないかなと思うんですが、さすがに無理かなこれは。はいと、はい、これでマキさん死ぬんですけども、どうでしょうかというお話で、うちん死なないんかい。まああのマキさんに今攻撃がいったんで止まったんですけども、まあこういう感じですね。だからあの領域にいるキャラとか関係なく止めることができるっていうのは強いねんけど、これ階層外したらワンチャン、あこれで多分マキさん死ぬな。これで止めれるかどうかやで。これで止まったらすごすぎるで、さすがに止まらんかこれ。これで止まったらちょっと評価爆上がりやで。どうでしょうか。あー止まらんな。死なへんのかい死なへんのかい。なあこれはちょっと倒れてほしかったね。ダメージちょっと与えなあかんなこれ。多分これやったらいけるんじゃないかな。回想なしでミワちゃんも HP 結構低いんで、おそらくこれ上後でワンパンされるんじゃないかなと思うんですけども、あミワちゃん1万3000やからここで倒れてくれるな。止まるかなこれ。さすがに止まらんか。どうこれ。あーやっぱり止まらんか。うん、さすがに止まらんな。さすがに領域展開の必殺技全体攻撃は止まらへんねんけど、ただ領域内でも単体攻撃やったら止まるんで、って考えたらやっぱりちょっと犬巻これから使われるぞ。